はい、皆さんやりました、イエーイイエーイ。ということで、この私の、リップラップの、チャンネルですね、つってこのってこチャンネルが、3000人を登録者数3000人を超えました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝感激でございます。長かったなぁと、という印象が非常に強いです。特に2500人ぐらいから落ちかけて、2600、2700で完全に止まっちゃったなぁ。ああ、俺の力って、こんなまあおじさん、50のおっさんがやってるチャンネルなんかなぁとか思って、諦めムードでした、正直。でも、まあ続けていれば、何かに当たるというか、何かの波に乗ったりみたいな感じで、また、追い風に乗ったような感じで登録者数が、3000人に増えました。ありがとうございます。収益化できる1000人の時ですかね。あの時も、一つの目標になってましたし、超えた時は非常に、自分の中で、うわ、俺できたんだというこの達成感というか喜びっていうのがものすごくあったんですけど、今回の3000人は、苦労して、諦めムードの中の3000人だったんで、またこう自分に自信がつくというか、まだまだ終わってないよ、お前死んでないよみたいなのを自分自身に言い聞かせれる機会になった3000人でございます。50歳、おっさんが、デジタルに疎いおっさんが何年前だ ?1、8年前、YouTube が来るよとか、X が来てるよとか言いながらデジタル不得意だった私、逃げ腰でしたが、いろんな人に出会いまして、特にね、OSGS の奥村部長には、お世話になってます。いろいろ刺激を与えていただき、勉強させていただき、彼に追いつきたいなという気持ちでございます。そしてバスフィーの川村さんですね。もう彼はもうちょっと普通じゃないんで、超人なんで、ちょっと天才的すぎるところがあるので、真似はできないんですけど、彼の背中を追っかけて、私も向こう目立っていこうという形で、この YouTube も始めました。まあそれは、まあ、結局のところ事業を成功させたい。儲けたい。いろんな人を幸せにしたい。まあそういうところを深掘りすると、ここもおろそかにできないよねっていうのを数年前に気づき、一生懸命、私なりに、努力というか、訓練を積んできた次第でございます。最初は30秒、喋れませんでした。カメラに向かって30秒は喋れませんでした。そんなん覚えてます。でも今はもうしっかり、自分の伝えたいことがしっかりではないな、まだまだ完璧ではないですけど、ある程度のことは伝えれるような、ところまでやってきました。これもちょっとずつ、やってきたからだなと思っております。この調子で、どこまで行くか自分にはわかりませんが、上がっていくことについては、自分にとってもプラスでありますし、気持ちのいいものでもありますので、このまんま頑張り続けたいと思います。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。いずれどっかで私も寿命が尽きる時が来ると思いますので、その時に、俺頑張ったなって思えるような数字にな、ちょっとまだ今具体的な数字は頭にありませんが、そういう数字になってればいいなと思いながら、今後も活動を続けていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。